裕次郎さんとかひばりさんとか往年のスターが撮ったと思うんですけど、ビートルズと同じように撮れるんだから、うん、なりたいってやつ来いよって話ですね。久しぶりお江戸に戻ってきてござるということで、東京の目黒の毛利スタジオに、来て妹の許可をいただき、はい、撮影をしております。はい、これから撮影するんですけども、引き続き中さんは、ベトナムからお帰りになってるんで今からお話します。お願いします。ここはね、毛利スタジオの2階、レコーディングルームになるんだね。はい、ということで、うちの妹がちょっと簡単にこの部屋せっかくだっていうことで、この部屋お兄ちゃんすごい普段だったら高いんだよっていう部屋を貸してくれてます。はい、でどんなちょっと部屋なのか、2分、お前2分つって10分から喋れる2分で、はい、1992年に建てられたこのスタジオなんですが、もともとこのスタジオの近くに毛利スタジオというのは1960年代にあって、まあ、その流れで90年にここを開きました。それから数々のアーティストさん、ミュージシャンに愛されて、早30年この録音部屋の音響といいますか、まあ、そういうものを気に入っていただいたり、技術者さんの方にここは取りやすいと言っていただいたり、そんなことで愛されて30年なんと頑張ってきました。エビロードの話をお願いします。アビロードね、はいはい、世界で一番有名な音楽スタジオっていうのはイギリスロンドンにあるアビーロードというスタジオで、まあ、ビートルズの皆さんがそこを使ったことがこう初めになって、ビートルズのその アビーロードの目の前の横断歩道で4人がこう歩いてるジャケットをご覧になった方が多いとは思うんですが、そのアビーロードっていうアルバム出るぐらいアビーロード愛してやまない、そのアビーロードの音響設計を された方がサム豊島さんという音響設計者がいらっしゃるんですが、母と父と恋にしていただいて、このスタジオの音響設計を携わっていただいて、アビーロードに負けない素晴らしい響きが、うちのスタジオでは、楽しめる。やっぱりその時代を音楽を録音するっていうことが民間レベルではできなかったことで、録音装置ってものはスタジオに行かないとない。やはりこうその時はその時で頑張って、まあイギリスやアメリカと肩を並べるようなこう本格的なスタジオを日本に建てたいっていう父親の思いはあったと思います。フルオーケストラが入るとてつもなく巨大なスタジオが60年代にはあったっていう過去形です、はい、ちょっと質問いいですか。はい、はい、今聞いてたんですけども、まあ、毛利家っていうのは当然中国地方、徳山ですよね、はい、なんで徳山の毛利家がですよ、東京の土地を選んで、でなおかつあんまり関係ないじゃないですか、音楽とそのお殿様って言ったら、なんでこちらでやろうとしたのかっていうのはちょっと興味あります。まあ我々の父先代が多趣味な人間でして、ゴルフが好きだったらゴルフ場、オーディオが好きだったらスタジオ、鉄が好きだったらニカラグアに鉄工場。なるほど、はい、はい、いろんなこと、それの流れですね。まあでも隣の自宅にもそうなんですけど、まあ、相当今だったら値が張るような真空管のアンプが意味もなく転がっていたりするような、うん、まあ、父のねあれを見ると好きだったんだな音がっていう。そうですね、60年代まだこうテレビ局っていうスタジオっていうとテレビ局しかなかった頃に、まあ、ビクターさんや大井さんのに次ぐらいには毛利スタジオってまで建てられて、まあ、早い段階で音っていうものを、まあ、ちょっと大好きだったんですよ、そういう先に先人こう先取りをする全部が早いんですよ。徳山にうちのショッピングモール作ったんですけど、屋敷跡にその名前はなんとパルコですからねパルコを先んじること20年父ちゃん早すぎたっていう、ね、まああとねディズニーの絵画をやってみたり、それもディズニーからプリファードギャラリーとして認められていながらあまりにも早すぎてなくなっていったっていう、ね、早すぎて全部なくなった、はい、まあ、うちの森家の事業の歴史です。わかりました、ありがとうございますあのね、60年代にあった毛利スタジオは、うん、それこそ裕次郎さんとかひばりさんとか往年のスターが撮ったと思うんですけど、こちらでは例えばどなたが、往年のスターもそうなんですけど、ハッピーエンドという伝説の
YMO さんの一人 の細野さんという方がご参加なさっていた4人組 のロックですね。それまで1960年代70年代もうすでに日本のロックシーンはすでに盛り上がっていたんですが、残念ながら コピーをする文化が多かったですね。ロンドンロック、 UK ロックや、まあ、アメリカから来たロックをこうコピー曲っていうものが多かった中で、まあ、日本語で初めてオリジナルの日本ロックっていうものをハッピーエンドさんが毛利スタジオで撮っていただいたというので、我々はまあやっぱ日本のロックが生まれた場所は毛利スタジオだっていうそういう気概を持って、今でもやっております。で今我々がこう立たし座らせていただいているこの場所では例えばどなたが歌ったんでしょう。やっぱりワイモンさんのアーティストさんとここにいらしていただいたり、その周りの素敵なアーティストさんにいらしてもらっています。お兄ちゃんの好きな山下達郎さんは、山下達郎さんは多分シュガーベルとかの時代に毛利スタジオを使っていただいたり、ご夫婦でね、ここもミクセなんかで使っていただいたりしております。本格的な音楽を撮りたいからぜひ本当ビートルズと同じように撮れるんだから、うん、俺ビートルズになりたいってやつ来いよって話ですねその代わりお題はいただきます中さんのもしかしたら若い頃に聞いてたレコードってもしかしたらうちでレコーディングしてたりするかもしれない、うん、そう思ってさっきね、実はね、うん、私 YMO 大好きだったんですけども、うん、リクエストのライディーンをね、うん、聞かせていただいたんですけど、本当にね高校あれ2年の時に、うん、まさに聞いたんですけど、当時のねいい思い出と悪い思い出が一緒になって、こう音楽ってね結構不思議なんで、なんかこう戻ってくるとね、うん、聞いた時の情景というか匂いというか、分かります。これがやっぱ音楽のいいところなんでしょうね、恐らく。僕なんかねやっぱ今尾崎豊聞くとやっぱりバイク盗んで走り出しますね本当にまだにやってますから、はい、そういった意味でうちのねあれは中さんとかも聞いてた時代のあれかもしれない、ね、無料ですよね、はい、そういう意味では。ちなみにだからそうやって当時の美空ひばりとかがね、まあ、今年やかに言われてるのは、うん、うち一番初めにウォシュレットがあったんですよ、モーリスタジオの中に。だからそれをするためだけに来るひばりがひばり目黒だし家まだウォシュレットじゃなかったんだね、うん、じゃあモーリーのところでちょっとトイレしようかみたいな。キャンディーズだった気がする。あ、キャンディーズか。キャンディーズがトイレやったの、当時の海外アイドルがだろうね。だから聞いたことある、そのあたりのあれだったんです。それがね下にあったんですけど今はねこうちょっと今は簡素化じゃないんですけど、もうちょっと小さな、はい、下。高人さんこうやって聞いてるとね、はい、古い曲ばっかりでごめんなさい、はい、いえいえ、まあねお父さんの奮闘あれだから古い曲も好きで、どんな曲が大体。まあ、そうですね、最近ちょっとリバイバルで流行ってきているようなちょっとアーハーの、うん、Take on Me とかっていうののリバイバルで最近、そうですね2022年でしたかね、流行りました。ブライト、あ、ちょっと名前正確なの失念したんですけど、ブライトナイトとかでもすごく聴いているというような形ですね。はい、ありがとうございます。ちょっと引き出しが全然重くなって申し訳ないです。これ軍歌っていうわけですやはりもう好きだなチャンネル登録、いいねボタンを押してもらえると恐悦至極にござる。